でもう一つに来ました。全然ちょっと話が変わるんですけども、このワールドワイドビューズオングローバルウォーミングというのは、地球温暖化の問題について、2009年に、コペンハーゲンで COP15 を行われましたけども、その際に世界38カ国、約各国100人強なので 4,000 ぐらいの市民の方々が8時間かけて議論をして、で 議論をして世論調査に答えるっていう風なものをイメージしていただけばいいんですけども、ちょうどこれよりさらに広いぐらいの会場に日本で100人集まっていただいて、それが18テーブルごとに各議論を8時間し、その中でいくつかの問いに答えていって、それを世界38カ国分は、集約するっていうふうなことをやった事例になります。でちょっと細かいこと今日は、ご紹介できないんですけども、その開発の要は手法も参加型であり、さらに、そのやり方が一定、要は事前に紙ベースの情報提供資料を渡し、議論する前にビデオを見てっていうのも各国すべて共通であり、さらに議論の仕方も共通でやったというふうなことが特徴になります。あともう一つの特徴といたしましては、あえて、一般市民というふうに呼ばれる人の中でも当然温暖化に関心の強い層というのは言っているわけですけども、そういう方々は全て除外して、むしろ温暖化の問題には日常的に自分は関心を払っていませんという人を105人集めた上で、議論していただいたというふうな形になります。で一つの問いの例をここに入れてますけども、例えば、付属地一国と呼ばれるところの中でどのくらいの、削減をするべきかっていうふうな問いに対して、各グループごとに議論をして、それに対して自分は1から5の選択肢のうちどれが適切で考えるっていうことをそれぞれが回答する。で日本で105人分、それが世界4000人分集まって集計として見れるような形にするっていうのを1日かけて行いました。でこれも結果についてはいろいろご紹介したことがあるんですけども、ここでも一つ申し上げたいのは、集めた方々が、18歳から60代まで105人、それを、20人ずつの分布で集めて、各10代から20代が20人、30代20人という形で100人集め、男女も半々、かつ全国から集めて、教育の水準から職業もいろんな多様な人が集まって、初めてその日集まって、さあ皆さんで温暖化の問題を議論しようというふうな形をやっています。でそれでも十分に議論はできますし、8時間というふうな長きに皆さん耐えて十分にディスカッションしたということは、やはりここ特筆すべき点ではないかなというふうに思っています。でさらにもう一つ、すいません、駆け足になっておりますけれども、これは、再生医療に関する、熟議キャラバンという呼び方をしていましたが、ワールドワイドビューズの時には問いが設定されていて、その問いに対して自分はどう思うかって議論だったんですけども、その中で見えてきた課題というのは、参加者の方々が自分がこの問題について一番議論したいことに対してはこの選択肢、問いの中にはなかったというふうな声がたくさんあったんですね。 ではじゃあ問いというものはそもそもどう設定することが可能なのかということで、これは、各10人から20人規模の、サイエンスカフェみたいなもので、カフェの中でそれぞれの人がこの再生医療ですけども、再生医療についてどういうふうなところが重要だと考えるかということの論点を提示して、それを、専門家とかステークホルダーと呼ばれる人たちの中で、論点を整理して、最終的には政策担当者ですとか研究者とかいろんな方々に投げるというような活動もやっています。で作成されたアジェンダの例もいくつかあるんですけれども、やはり社会寄りのものに振られたりというような傾向がありますが、こういう形でアジェンダを作るということもやっています。で、これさまざまちょっと駆け足になりましたけども、今日ご紹介したもの以外にもいろんなやり方っていうのがあるんですが、そういうものを人の数もしくは論点のこういう対話的なものから政策的なインプットというところに入れていくと、いろんな分布というものを考えることができますし、これ先ほどちょっと田中さんのプレゼンの中にあったところとも重複しますけれども、いわゆるそのパブリックスタン、あのアンダースタンディングサイエンスというふうな言い方にするのか、エンゲージメントにするのかというふうな、いろんな段階においても分布の仕方というのは様々あります。でただこういうふうなものというものを、共通する視点というのはいくつかございまして、もうここで、重ねて言う必要もないかと思いますけれども、やはり4期の科学技術基本計画の中でも指摘されていますように、この先の科学技術のありようというのを考えるときに、こういった形 その市民の参加もしくは社会の期待と懸念というものをちゃんと丁寧に聞き取っていくということは非常に大事であるということ、その意義というものはもうだいぶこの中、特に今日ご参加の方々の間は共有されているかと思います。でただ気がかりになるのは、やはりその国民的な討議が必要である、市民参加が必要であるということはいろんなところで言われるようになり、
そして新聞のまあ論説なんかでもそういうふうな主張されておりますけども、その討議を具体的にどうするのかというふうな課題についてもう少し突っ込んでやはり考えていくべきだろうというふうに思っています。で、私がここでさっとお答えを示せればいいんですが、なかなかそのお答えを示せる段階にはなくて、先ほどいくつかあの情報提供資料の正しさをどういうふうに評価するのかという話もありましたけども、そういう問題もありますし、そもそも議論しようと思うと人数のサイズというのは限られるわけですけど、参加するその市民というのは一体誰なのかという問題もありますし、社会の中にさまざま議論するべきアジェンダがあるときに、そもそも何について市民参加が要求されるのか、でまたそこで十分に議論されたとして、その声っていうものを一体政策にインプットするときにそれは何であるというふうに位置づけるのかというふうな課題というのが様々あるなということを痛感しているところです。で、これに対して一般会というものを提示することはできませんが、逆に個別の状況、個別のテーマに応じてこういうことをやろうというときには、私だけではなく様々この分野の研究者の中で蓄積が少しずつできつつあるところでありますので、やはりその残念ながら万能方策というものは存在しないんですけども、そのテーマや状況、いろんなものに応じてやはりこういうふうな取り組みを進めていく必要があるのではないかというふうに考えているところです。以上です。ご清聴ありがとうございました。